東京大学の片山博之教授らは、7月に都内で採取した下水から新型コロナウイルスを検出したと発表しました。これは1週間あたり1000人程度の感染者が出ていた時期にあたります。下水に含まれるウイルスを定期的に調べることで感染拡大の予兆をつかむことが期待されています。いないということをモニタリングしていて、出てきたらこう見つけるというふうな、そういうことができると有効な扱い方になるのではないかというふうには考えています。